家康様の命は我らがお守り申す。神君伊賀越え1582年、本能寺の変で織田信長が明智光秀に敗れ、信長と同盟関係にあった徳川家康も次に命を狙われることとなる。家康人生最大の危機、危険な伊賀を越えて岡崎の地へ戻るという。家康は家臣服部半蔵に命を下す。わしは何としても生きて岡崎城に戻らねばならぬ。我が民が待っておる。伊賀を越えるぞ。さあわしらを先導せよ。よい、この命にかけて家康様をお守りいたしまする。はっ、ここは我に。敵が次々と襲ってくる。道のりはまだまだ長い。皆の者、ひるむな。はっ。岡崎までもう少しじゃ。共に生きて帰ろうぞ。はっ、参る。はっ、はっ、2時半のタイム全部目ですね。ようやった。おかげで無事岡崎城に戻ることができたぞ。主らを鳴海伊賀衆として取り立てようぞ。平成の世によみがえっては服部半蔵忍者隊として存分に手柄を立てよう。は、我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。はあ、こうしてわしが尾張鳴海の地、今の名古屋で取り立てた忍びたちが今よみがえり、愛知の観光発信をしておる。愛知にはわし徳川家康を助けた忍者が実際におったのじゃ。この者たちがおらねば、その後の天下太平の世もなかった。この者たちの働きに大きな拍手をば。ありがとうさんじゃ。ん、主たちにもう一つ覚えて帰ってもらいたい言葉がある。忍者が一番大切にしていた心構え、人としての正しい心、精神である。今の世も同じじゃ。世のため、人のため、正しきことをいたす。うん、大事な言葉ゆえ、写真機にこれも共に収めて帰るがよい。カラクリキリ餃子丸子のこと。では、準備はできたか。5つ数えるでな。いざ参る。5つ4つ3つ2つ1つ、しまいじゃ。みなしも大義であった。さあ半蔵、
そして忍びの者たちよ、精神にのっとり、我らの思いを、我らの覚悟を民に伝えよ。時は流れ、天下太平の世が来たる。されど苦しき日々は今なお続く。共に越えようぞ険しき山を、皆が笑って過ごすため、我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。私は名古屋おもてなし武将隊にある演武の国じゃ。しかとその目に焼き付けよ。それでは皆の者、さらばじゃ。3、